中根ちゃん、次会うまでにちょっと宿題を出そうと思います。多分中根ちゃんはこうベンチとかスクワットとか結構やってて、高重量は結構やってると思うので、ただスキーっていうスポーツはちょっと足場が不安定なところでやるスポーツなんで、この怪我してから最近やってるのは、この関節あたりとかハムとかをやっぱり安定させたいんで、やり方としてはちょっとデッドリフトとかスクワットにプラスしてやってほしいんだけど、片足立ちます。で、手はプランとしておいて、そのまま重心をこう下げていく、下げて後ろの足をピーンと伸ばして、戻る、で手はリラックスしておいて下げる、戻るってやると、ものすごくこの辺が安定するというか、やっぱ結構足が震えるんで、できるだけ震えないようにして、で僕はこの左足が弱いんで、やっぱりちょっと切れちゃうんで、しっかりと安定させといて、そっからここでグラグラしちゃうんで、止めてハムでしっかり意識して蹴る、戻るっていうのを、かなりこうフラフラしちゃうんで、右は結構いいんだけど、左はやっぱり怪我してるのでフラフラして、前十字もないんで、こういう少しこうギューってのもいいんだけど、足場が安定しないところでコアなところを少し安定させて下げる上げるなんて見たをちょっとやってほしいかなと思います。中根君はあの高重量は普通のスキーだと高重量やらないんだけど、やるんで高重量プラスこれやると、あのこれの安定性増すのかなと思います。頑張って。